はい、それでは時間になりましたので始めていきたいと思います。皆さん、こんばんは。ここのお時間です。え今日は第16回、アメリカとカナダについて一緒に復習していきましょう。まず、問題を解く前に、それぞれの国の概要というのを一緒に確認していきたいと思います。でまず、アメリカですね。アメリカ、まあ、そこまで、今までに比べると、もしかしたら複雑な覚えることっていうのは少なかったかもしれないですね。 でその分です、ね、あのまあ、海とか山、山脈、そういった、えー、ところと、あと産地の地理的な位置関係っていうのが、まあ、どれだけ頭に入れられるかと、まあ、そういった土台を作ることによって、細かい知識がその上に積み上げていけるっていう、そんな感じのイメージかなと思っております、はいで。アメリカの主要な、一番主要な産地といったら、生産量の8割を占めるというカリフォルニア州でしたよね。 でカリフォルニア州は他の勉強した4つの州に比べると地理的な区分っていうのがちょっと多く登場してました。州をカリフォルニア州をまず大きく6つに分けた地域、あのノースコーストとかセントラルコーストといった大きな地域、そしてそれがまたカウンティー、ナパカウンティーとか、そのマカウンティーとかっていうふうに分かれてで、その中にもっともっと小さい産地があるというような構造になってましたよね。 で、AVA というのがありましたよね。で、その AVA っていうのは、その例えば大きく6つに分けた地域も AVA になってたり、ノースコーストっていう AVA があってみたり、ナッパーカウンティーっていう AVA があってみたり、そのもっと細かい AVA があったりと、まあ、いろんなこう大きい AVA もあれば小さい AVA もあるっていうのが、逆にあの分かりづらいところもあったかもしれないので、あのまあ、今ですね、どの階層の あの地名の話が出てきたら、どの階層のことを言ってるのかなと、州なのか、まあ、それがちょあの大きく分かれた地域のことなのか、カウンティーなのか、まあ、それともっともっと小さい山中の話なのかなというのを、まあ、一歩、うん、最初はです、ね、立ち止まって考えるようにして、えー、混乱のないように進んでいけたらいいなと思います。はいえー、また、カナダですね。カナダ、アメリカの北にある、えー、クナダという国は、 主な産地が2つありました。オンスタリオ州とブリティッシュコロンビア州ですよね。で、これ、東と西にこうあるものですから、何て言うんでしょう、どっちかどっちだったかなというふうになってしまうことがあるんじゃないかなと推測いたします。あの私は勉強してたときはあの、どっちだったかなというのを頻繁に忘れていましたので、そんな方もいらもしかしたらいらっしゃるかなと思って、ちょっと説明したいと思います。 まずオンタリオ州ですね。カナダのワイン作りが始まったというオンタリオ州は、こっちが東の方ですよね。でアメリカのニューヨーク州のすぐ北にある州でしたよね。でアメリカとカナダの境には、あのまあ、有名な五大湖という、皆さんも中学校とか高校で習ったかもしれない五大湖というのがあって、その5つのうちの一番東にあるのがオンタリオ湖という湖。 なのでそのオンタリオ湖に接しているからオンタリオ州という,っていうふうに思えれば、あの五大湖がある方だな、東の方だなというふうに思い出せると思います。でまた、ブリティッシュ・コロンビア州というもう一つの主要な州ですね。この州もすぐ南をアメリカと国境を接してます。で、そっちてブリティッシュ・コロンビア州が接しているアメリカの州は何州だったかというと、これがワシントン州ですね。 まあこのワシントン州もですね、オレゴンとワシントン、どっちが北で南だったかなっていうのがちょっとこんがらがってしまうので、カナダに接している方がワシントン州ですね。<laughs> はい、ワシントン州には大きな AVA、えー、主要な産地、AVA がありましたよね。ワシントン州の、えー、もう大半を占めている AVA というのがあって、それがコロンビアバレーという、えー、産地でしたで。この南の方はオレゴン州にまでまたがっているよというようなコロンビアバレーですが、 えーまあ、このコロンビアバレーのコロンビアとブリティッシュコロンビア州のコロンビア、まあ、これを結びつけて思えてしまえば、西側の太平洋側にあるのがブリティッシュコロンビア州だなと思い出せると思います。まずはこの2つの州の位置っていうのが肝になるかと思いますので、ふと迷ってしまうことがあれば、このように、えー、順序立てて思い出してみてください。で、はいえー、ではあの途中でもしご質問があれば あのいつものように Q&A のところに書き込んでいただければと思いますのでよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まずアメリカからですね。はい。はい、最初の問題です。オレゴン州についての記述で誤っているものを選んでください。はい、えー、まずはオレゴン州の問題ですね。オレゴン州どこにあったでしょうか。皆さん思い出してみてください。 はい、カリフォルニア州のすぐ北にありましたよね。でオレゴン州と聞いたらですね、まず、えー、一番に思い出してほしいブドウ品種がありました。はい、皆さん、ぱっと思い浮かぶと思うんですけれども、はい、そうですね、ピノノワールですよね。まあ、まずいろんな細かいことを覚える前にですね、オレゴン州っていうのは世界的に大変重要なピノノワールの産地として知られています。あのブルゴーニュのピノノワールと。 であともう1個がニュージーランドの、まあ、これから勉強するニュージーランドのセントラルオタゴというところで作られているピノノワールそしてこのオレゴンのピノノワールっていうのがもうあの世界で重要なピノノワールの産地3つですよっていうふうに言われることが多いそんなオレゴン種ですねぱっとまずはそんな印象が頭に浮かぶと思うんですけれどもでそこで選択肢を見てみますとはいここにですねボルトワインとの比較テイスティングで注目を集めたとありますよね あれと、オレゴンといったピノノワールだから、ボルドーじゃなくて、ブルゴーニュじゃないのかなっていうふうに、まずはちょっと違和感をピンと来ていただけるだけで、えー、この問題は解けるという問題ですね。その通りで、ボルドーじゃなくて、ブルゴーニュワインとの比較テイスティングで注目を浴びた。そういうのが正解になります。あと、軽く他の選択肢見てみますと、はい、最大の AVA はウィラメットバレーである。これは丸ですよね。えー、オレゴン州。 はカスケード山脈ののの西側、側太平洋側にあるピラメットバレーというのが最大 AVA でしたこの太平洋側、アメリカの太平洋側の産地というのは、海がです、ね、カリフォルニア海流という、冷たい海流、寒流になってますので、海に近づくほど寒いよというのが、もう一番のキーワードだというふうに、あの佐々木先生も授業で再三おっしゃってたと思いますけれども。 そんな海に近い産地、まあ、要は霊涼産地ですよね。まあ、そんなとこそういうウィラメットバレーでピノノワールが、冷涼産地に適したピノノワールが育てられているよということですね。これはマるルですねで。アメリカで最も厳しい、えー、ラベル基準です、ね、あの表示の,あの何パーセント以上でラベル表記できるというあの表があったと思います。ででちょっとと説明しよううかなと思うんですけど えー、オレゴン州が、ね、一番こう右側の列があって、一番95%とか、すごい高い数字が並んでましたよね。なんで、これは丸ですね。栽培面積2位がピノグリである。はい、これはまあちょっと覚えてくださいって感じなんですけど、これも丸です。これが誤りとなります。 まあこんなふうにオレゴンといったピノノワールっていう、あの、おまかな特徴をしているだけでも、答え個体にたどり着ける問題もありますというところです。はい。えー、アメリカの次の問題です。えー、アメリカのラベル表示規制で、畑名を表示する場合、使用しなければならない同一畑で収穫されたブドウの割合を選んでください。はい。えー、このアメリカにおけるラベル表示についての問題ですね。はい。あのー、ま、さっき、 ちょっとちらっとお話しした、えー、テキストのですね、えーまあ、皆さん一生懸命ご覧になったかと思うんですけども、えー、112ページに載っている、えー、ラベル表示規制という表ですね。まあ、これの覚え方というか、えー、なんていうんでしょうあの、覚え方の道筋というのをですね、あの授業中に佐々木先生もおっしゃっていたので、それをもとにぜひ自分で工夫して覚えていってはほしいんですけれども、まあ、実際1回ですね、 なんか、書いてみたりとか、あとはエクセルで作ってみたりすると、意外といいかもなと思いまして、で、今回ちょっと私も作ってみました。ちょっと共有させていただきますね。こんな感じでですね、これエクセルで作ってたんですけど、まあ、あの、こうやって色分けしてみたりとか、こことここが一緒だよとかっていう記号をつけてみたりとか、することによって、 まあ自分で作るとですね、あ、ここが一緒なんだなとか、いや数字、ここが一緒だなとかっていう風に、あの、何て言うんでしょう、手を動かしながら理解することができますので、ちょっとぜひやってみていただけるといいかなと思うんですけれども、はい。で、えー、まあ、あの、この見方の復習ですね、佐々木先生がおっしゃってたことの復習ですけれども、まず、この収穫年っていうところですね、収穫年、まあ、要はビンテージですよね、ビンテージを表示するにはっていう決まりですね。AVA が表記されてたら、 っていうのと AVA じゃない地名が表記されてたらっていう2通りあってで、このヴィンテージに関しては、このアメリカ、カリフォルニア、オレゴンっていうのは全部共通なんですよね。なので2種類の数字しか出てこなくて、まあ、AVA っていうことはより厳しい数字なんだなっていうことで、こっちが95%みたいな感じでサクッと理解をしてもらえればいいかなと思います。で、この上が品種名と産地名っていうふうになってまして、縦がアメリカ、カリフォルニア、オレゴン。 これ全部数字はパーセント以上というのはあの全部省いております。でえっと、まず、このアメリカとカリフォルニアを見ますと、実はこの州のところ以外は全部一緒なんですよね。というのをまず確認とで。数字はというと、この上から順にこう高くなっているんですよね。AVA というところをこの85%というのを基準にして、えー、低い、85%、それより高いというふうになっていると。 まあ本当はこの品種名と産地名というところで、何て言うんでしょう、数字に関連が付けられるわけではないと思うんですけども、これはもう表として、もう目に焼き付けるという意味でですね、そんなふうに理解しちゃって OK だと思います。まあ、結構そういうテストの時とかって、あのあ、この教科書の何ページのここに右上に載ってたやつだみたいな感じで思い出すことってあると思うんですね。 でそれはなんかこう本質的な理解とはちょっと違うみたいなこともあったりするかと思うんですけど、まあ、あのとりあえずはこれを覚えて試験に受かるっていうのが目的ですので、全然あのいいと思うので、そうやって覚えてみてください。はい。で、そんな風に数字が増えていく。で、この1個だけ違うこの100っていうのは、100っていう数字は2つしか出てこなくて、それぞれの州で州の名前を名乗るときに100%使ってくださいねと。 まあその、それぞれの州の規定なんだから、州のことを言うために100%使ってくださいねっていうのは全然あの納得できるかなと思います。そんな感じですね。でさっきちょっと話が出た、オレゴン州の決まりですねあの。全米で最も厳しい規定を設けているということで、まあ、見てもらうと分かる通り、全部 90, 90以上の数字が並んでいるということですね。で、この右上のとこだけ90だなっていうふうに覚えてもらって、 まあこの一番上の行は品種だったから、オレゴンで品種を名乗るときは90%を使わなきゃいけないんだなっていう感じで覚えてもらえればいいと思います。まあ、あとはこの横で見て、畑のときは全部95だなとか、まあ、そんな感じでいいと思うので、はい、あのぜひですね、あのこれ覚えたいなっていう方はこれを使って覚えてみてください。で、まあ、この数字は覚えたけれども、実際どういうことなのというふうに思う方もいらっしゃるかもしれないので、はい、ちょっと1個ですね。 こんな例をちょっと作ってみました。ビノテラスっていうアメリカワインがあったとしますよね。<laughs> はい、このラベルから読み取れる、えー、意味というのをちょっと見ていきたいと思います。ビノテラスという、まあ、ワイン名ですね、これが。でカブレネ・ソービニオンって1個だけ、うどん品種の名前が書いてあります。AVA ・ナパ・バレル2018年ヴィンテージというふうに書いてあります。 はい、まず、ここから分かることは、まあ、AVA ナパバレーって書いてあるので、カリフォルニア州のワインだなっていうのがまず分かりますよね。ところで、さっきの表に戻りますと、じゃあ、このカリフォルニアのこの縦を見ていけばいいんだなっていうことですよね。では、まず、ヴィンテージ、2018年って書いてありましたよね。もう収穫年というと、この AVA が書いてあったので、この上の量ですよね。95%以上。まあ、要は2018年に、 え収穫したブドウを95%以上使っているんだなというのが分かります。で上に行きまして、えー、品種名ですね。カベネソービニオンって書いてありましたよね。えー、品種名カベネソービニオンでカリフォルニアの綺麗だから75%以上カベネソービニオンを使ったワインなんだなと分かります。で次に産地名ですけれども、まあ、AVA ナパバレーって書いてあったのこの AVA のところですね。見ますと85%以上ですね。まあ、AVA ナパバレー で収穫されたブドウは85%以上使ったワインだなということが分かります。でかつ、まあ、ナパバレーってカリフォルニアの、えー、産地ですので、カリフォルニア州のブドウは100%もちろん使っているんだなというのも分かります。残り15%は、まあ、カリフォルニア州のナパバレー以外のどこか,かの産地のものかもしれないということが分かります。まあ、そんなふうに、えー、使う、えー、この数字ですね。ぜひぜひご活用ください。 で問題に戻りますと、えー、畑名を表示、アメリカで畑名を表示する場合ということなので、畑名は全部95って覚えましたよね。なので95です。はい。次の問題です。ワシントン州でカスケード山脈の西側に位置する AVA を選んでください、はいえー。今度はワシントン州の問題ですね。 ワシントン州が、えー、カナダに接している方の北ですね、ワシントン州の南にオレンゴン州がその南にカリフォルニア州があるという位置関係ですけれども、えー、ワシントン州とオレゴン州、どちらもですねそのカスケード山脈という、山脈がこう2つの州にまたがって、えー、存在しているんですよね。でそのカスケード山脈の東と西にそれぞれの州で産地がありますと。 というふうに、こう、ワシントン、オレゴンってあの、つなげて想像してみてください、ぜひで。北のワシントン州はカスケード山脈の内陸側にコロンビアバレーっていう広大な AVA があって、まあ、そのワシントン州のほとんどの産地はこっちにあるんだよっていうふうに勉強しましたよね。で東側にもうほとんど全部あって、西側の海寄りの方には1個だけしか AVA がないんですよね。まあ、それがこの答えであるピュージェットサウンドという。 産地ですねまあ、なんていうんでしょう,こうサウ、サウンドってつくんで、なんかちょっと地名っぽくなくて、結構印象的な、印象的な名前だなと思います。まあ、そんな印象的なピュージェットサウンドというのが、ワシントン州で唯一、カスケード山脈のえ海側にある AVA となります。 でちょっとさっきの話に戻りますと、山脈の、えー、ワシントン州の、えー、カスケード山脈の内陸側に大きなコロンビアバレーというのがあって、その南側ちょっとはオレゴン州にぶってるんでしたよね。はい。えー、ワシントン州は、えー、内陸側に主要産地がありました。で、えー、南に行って、オレゴン州はというと、カスケード山脈の今度は海側ですね。あ、すみません、ちょっと皆さんにとって逆になってるかもしれないんですけど、えー、オレゴン州は海側に主な産地であるウィラメットバレーが。 ありましたなんで、あのカスケード山脈の、えー、反対側にそれぞれの州の主要産地があるというふうに対照的に覚えられるかなと思います。ですねあの、まずはそこを押さえていただけるといいかなと思います。主、え、要、ー、産地と主要産地の、えー、山脈を隔てたときの位置関係ですね。まあ、意外とこう、パッと空で言えないかもしれないので、ぜひぜひそれだけでも押さえてみてください。 はいえー、次の問題です、えー。オレゴン州とアイダホ州にまたがる AVA を選んでください、はいえー。ちょっとこれはマニアック問題かなとも思ったんですけれども、一応ですね、テキストの127ページというところに、えーチンク、チャンクにして、もう佐々先生がまとめてくださってるんですけども、えー、またがる AVA に着目という、えー、コーヒーブレイクコラムがありますので、まあ、そこで確認してもらえればと思うんですけど、ね、あのまたがる系統で、またがる と言えばまあイタリアでもありましたよね、またがる TOCG、まあ、そんなこともちょっと思い出していただければと思いますけれども、でえー、っとこれは正解率31%ということで、あのまあ、取り上げるかどうかどうしようかなと思ったのですけれども、はいえこれ、正解はですねえー、っとスネークリバーバレーですね、スネークリバーバレーなんですね。 このルイス・クラーク・バレーと間違っている方がいらあの多くいらっしゃいまして、えー、ルイス・クラーク・バレーというのは、シあワシントン州とアイダホ州にまたがっている、A、VA なんですね。で、スネーク・リバー・バレーというのが、えー、オレゴン州とアイダホ州にまたがっている、まあ。要はそのワシントン州とオレゴン州があって、その内陸側にアイダホ州というのが大きくあるわけなんですけど、まあ、そのどっち かなっていうその2つまでは皆さん絞り込めているので、なんかその最後の半分をわからないと惜しいなと思いまして、えー、ちょっと取り上げてみました。で、一応このスネークリバーというのがですねあの、ありまして、皆さんまたぜひ地図を見ていただきたいんですけれども、えー、そのアイダホ州の、まあ、東の方からですね、あのスネークリバーというのが流れてきて、オレゴン州との州境をこうやって流れていきます。 でオレゴン州から上の方に、えー、北の方に北上していって、ワシントン州とアイダホ州の州境も通っていきます。そこにあるのがルイス・クラーク・バレーなんですね。そっちもスネーク・リバーの沿いにある産地です。で、えー、ワシントン州に行って、ルイス・クラーク・バレーを通って、えー、海の方に流れてあの、コロンビア川というです、ね、大きな川に流れ込んで、一緒になって、えー、太平洋に注いでいくという感じですね。 まあこれがちょっと記憶の助けになるか、えー、なればいいなと思うんですけれども、まあ、何もないよりはいいかなと思って、ちょっとご説明してみました。で、ちょっともう一個ポイントが、その2つのオレゴン・アイダホ、ワシントン・アイダホっていうアイダホ州にまつがっている2つの AVA がありますけれども、そのどちらもが、えっと、主にアイダホ州に畑があると。ルイス・クラグバレーっていう AVA が40ヘクタールあるんですけれども、そのうちの36ヘクタール。 ね、だから十分の9、90%はアイダホにある AVA、あの畑がある AVA ということですね。で、スネークリバーバレーに至っては、オレゴン州側には畑はないという AVA になっています。まあ、そんなことも合わせて覚えておくといいかもしれません。次の問題です。えー、カリフォルニア州、はいえー、やっとカリフォルニアが出てきました。えー、ナパバレーに位置する AVA を選んでください。 はい、えー。このナパバレーにある AVA を覚えるっていうのが、まあ、今週の一番やんなきゃいけないことだと思うんですけれども、皆さんぜひ AVA 覚えてくださいね。あの、今日はないんですけど、地図問題というのも、えー、ぜひぜひ覚えてみてください。で、えっ、ー、とですね、そうですね。あの、カリフォルニア州で、この VILLE、なんとかビルと、 いうふうにつく AVA があるのって、ナパバレーだけなんですよ、実は。なので、このクームスビールっていうのが出てきたら、もう即答でナパバレーだというふうにわかると。まあちょっと飛び道具的な感じなんですけれども、ぜひ使ってみてください。オークビルとかね。ヨーントビルとか。そして、このクームスビールと,ということですね。はい。なんで、正解はクームスビールです。そうですね。そこまで正解率も高くないので、えー、ぜひ皆さん、 これを覚えとくだけで、えー、この問題は解けます。で、ただですね、ちなみに、オレゴン州にマクミン・ビルという AVA があるんですけども、まあ、大体こういう問題が出るときというのは、カリフォルニア州の AVA が並ぶかと思いますので、心配しなくてもいいかなと思います。はい、次の問題です。アメリカに関する正しい文章を選んでください。はい、えー、一つ一つ読んでいきたいと思います。はい。 ちょっと1個目飛ばしますね。バージニア州は南東に行くほど乾燥している。はい、このバージニア州というのは東海岸、大、えー、西洋に面した州でしたよね。で、えー、この南東に行くほどっていうのは何を表しているかといいますと、バージニア州は南東だけ海に接してるんですよね。大、えー、西洋に接してます。で、大西洋というのは、えー、あのメキシコ湾流という。えー 暖流ですね今度は、えー、カリフォルニア側は、えー、冷たい海流だったのに対して、えー、東海岸、ニューヨークとかバージニア州の側っていうのは暖かい海になっているんですね。まあ、その海に近づいていくっていうことですので、えー、これは乾燥しているという風になってますけども、まあ、なんでこの南東に行くっていうのは海に近づくという意味です。まあ、なんで海に近づくほど乾燥しているってことはありえませんよね。ですのでこれはーツですね。 はい、オレゴン州はカスケード山脈の東側に産地が集中している、はい。これは先ほどやりました。オレゴン州はカスケード山脈の西側、海側に、えー、山地がウィラメットバレーという主要産地があって、海に近くて冷凍だから、そこでピノノワールを作ってるんですよっていうとことでしたよね、はい。ニューヨーク州のワイン産地は大都市のニューヨークに近いが、特に恩恵を被ることはない,、はい。これは恩恵を被っ,ってますよね。まあ あの人がいっぱいいるところに近いんだからもちろんワインがよく売れますよということです。なのでこれもバツ。はい残ったこちらですね。コロンビアバレーはワシントン州のワイン産地のほとんどを内包する広大な AVA である。これも先ほどやりましたよね。正解ですよね。はいこのように一個一個見ていくと意外とわ、えー、かるかなという問題なんですけれども正解率はそこまで高くありません。で間違っている方が多いのが。 オレゴン州はカスケード山脈の東に主要産地があるという内容ですけれども、まあ、なんでやっぱりさっきのですねオレゴン、ワシントン、カスケード山脈を挟んで、どちら側に主要産地があるのかなというのを覚えているだけでも、この問題クリアできますので、ぜひしっかりと覚えてみてください。はい、次の問題です。下記のニューヨーク州の地図でセネカレイクに当たる番号を選んでください。 はい、えー、これはニューヨーク州の地図問題ですね。はい、佐々木先生も授業で、えー、おっしゃってましたけれども、まずはですね、まさにこの1、2番と3、4番を覚えようというお話でしたよね。まあ、この1、2番は、えー、比較的温暖、まあ、海に、こっちの、えー、先ほどお話をした、えー、北大西洋海流という暖流の影響を受ける温暖な、えー、海の近くにある産地、これがロングアイランドですね。メルロの産、えー、地です。 でこの、まあ、フォークみたいになっているのの、えー、北の部分、一番はフォークのようになっているのの北の部分だから、ノースフォーク・オブ・ロングアイランドと、まあ、非常に分かりやすい、えー、名前になっています、まあ。そんなロングアイランドがありまして、でこっちですね、こっちが、えーまあ、指で引っかいたような跡になっているので、フィンガー・レイクという、まあ、これもまた結構覚えやすいネーミングだと思うんですけど、でえー、2つ、えー、湖があって、 SC って覚えましょうって、佐々木先生おっしゃってましたよね。SC 自体は結構皆さん覚えられると思うんですよ。ただですね、こっちから SC だったかなと。えー、右から SC か左から SC かどっちだったかなってもしかしたらなってしまうかもしれないので、えー、この3番ですね。こっちの方がどっちかというと C の形ですよね。 でちょうどいいことにこの C っぽい形の方が SC の C に当たるかゆがレイクなんですよね。なのでこの違う方が SC の S、セネカレイクですね。この問題の答えがこの C っぽい形じゃない方ということなので4番を選ぶことができます。はい、これも豆、まあまあ、知識というか、はい、ぜひ本番の時に使ってみてください。やっぱり皆さん、セネカレイクとかゆがレイク。 違います、ね、あのフィンガーレイクの場所は分かってるんですけど、どっちかなってなってるので、ぜひその最後の2択を、えー、乗り越えるために、今の覚え方を使ってみてください。はいえー、次の問題です。サスティナブル認証制度、ダイルールのダイが位置するカリフォルニア州の産地を選んでください。 はいえー、カリフォルニア州ですね、カリフォルニア州をまず大きく6つに分けた地域の1つに、インランドバレーズというのがありました。これは、えー、海沿いのセントラルコーストと、えー、シエラ・シエラネバダ山脈のふもとに広がるシエラ・フットヒルズにこう挟まれるようにしてあるのが、えー、インランドバレーズといいます。でただ、このインランドバレーズで何か聞かれるとしたら、このローダイがあるよということぐらいしかおそらく聞かれないんじゃないかなと思うので、ぜひこの。 インランドバレーズとローダイっていうのを結びつけて覚えていてください。インランドバレーズですね、正解は。はい。ですね、皆さんあの、まあ、ノースコーストとかセントラルコーストの、あのー、ことを覚えるのが多いと思いますので、まあ、でも他の、えー、産地はですね、特に覚えることはそんなに多くないので、今みたいにインランドバレーズはローダイを覚えとけばいいっていうのを、えー、ぜひぜひ頭に入れといてください。で、まあ、このローダイというのは、 えー、このサステナブル認証、まあ、サステナブル農法っていうのが、えー、非常に、えー、早くから盛んでして、えー、そういった独自のルールを作っているというのが一つと、あとはですね、こう大きい AVA なんですね、カリフォルニア州で最大の AVA の一つである、まあ、22万ヘクタールもあるそうですね。あと一個がジーンファンデルですね、ローダイといったジーンファンデル、えー、カリフォルニアのジーンファンデルの40%をここで作っていると。 この3つですね、サステナブルと、えー、大きい AVA というのと、あとジンファンデこの3点をぜひ、えー、ローダイと聞いたら思い出してみてください。はい、次の問題です。えー、カーネロス AVA の記述として正しいものを選んでください。はい、カーネロスですね。まあ、この問題は消去法で答えられる問題です。はいえー、カーネロスという産地、えー、ロスカーネロスとも言いますけれども、カリフォルニア州を えー、大きく6つに分けたうちの、えー、北から2番目にあるノースコースト、えー、ノースコーストの中のナパカウンティとソドマカウンティにまたがっている AVA ですね、まあ、非常に重要な産地です。な、ま、ぜ、あ、かと言いますと、まあ、先ほどから何度も言っているように、太平洋側には、えー、冷たい寒流ですね、カリフォルニア海流という冷たい流れが流れています、寒流が流れていますで。海に近づくほど寒い でこのカーネロスという産地が、まあ、その冷涼な気候の影響を最も受けている、えーまあ、最も受けているという,そうです、ね、最も受けている産地の一つとして、非常に有名だからですね。でまあ、海に面しているというか、そのサンパブロ湾という、えーまあ、サンパブロベイという湾に面しているんですけれども、まあ、なので、その海の、えー、冷涼な影響を非常に受けるよという、えー、そ,のそういった、えー、地理的な位置にあるということを理解できているかなというのが、 カリ、えー、フォルニアのです、ね、ワイン産地を理解する上であで必須の知識となりますので、えー、非常に重要な問題ではあるんですけどもこれ1個ずつ見ていきますとシャルドネとカベルネ・ソービニオンの評価が高いと、えー、まあ、涼産地ですのでシャルドネとピノノワールの評価が高いんですよね、これはパーツですね。 でこの西半分はナパカウンティー、東半分はソノマカウンティーに含まれる、はい、このナパとソノマにまたがっていることは合ってるんですけども、はいえー、皆さん、よくよく思い出してみてくださいね、えー。ナパとソノマの関係性、ソノマの方が海側なんですよねでナ。ナパというのは、それよりも内陸側に位置していると、えーまあ。あとはです、ねそのま、ソノマが海側に面しているというのを忘れてしまっても、ナパバレーってあの2つのこう山脈に挟まれてて。 でこのさっき言ったロスコアネルスのある南側だけが海に面していると、まあ、そんなような地形ですよね。まあ、なんでえ海に面している方じゃないなっていうのが分かると思います。まあ、なので、それを思い出せば東西の関係っていうのも分かるかと思いますので、ぜひここは注意深く見ていただければと思います。これで間違ってる方が確かすごい多かったと思うので。でまあ、このナパバレーの南端にあり、海風により常に温暖で、まあこれはあの冷涼産地というのを。 比較的覚えている方が多いかと思うので、そんなに間違うことはないかと思うんですけれども。ということで、この上3、三つが誤りの選択肢なので、正解はこの土壌は全体的に土が浅くという選択肢になるんですけれども、まあ、これを直接こう覚えているかどうかっていうのはちょっと分からないんですけれども、上の3つが明らかに違いますので、これをぜひ選んでください。はい、そうですね、もうむしろこの正解が。 全然選ばれてないといとう問題です、ねはい、次の問題題でですすね次のサンサバーバラカウンティーが一致するカリフォルニア州のワイン産地を選んでください。はい。えー、そうですね。これもですねあの、カリフォルニア州を大きく6つに分けたうちの産地の、えー、どこにカウそのカウンティーが属するのかっていう。 問題で、すよねで、えー、とこれもですね、先ほどのナパバレー、なんとかビルと言ったらナパバレーですよと言ったんですけど、これもちょっと似たような感じのことがありまして、えー、サンタなんとかって言ったら、えー、全部セントラルコーストですね。まあ、あのお気づきの方とかご存知の方も多いかと思うんですけれども、えー、これぜひぜひ覚えておいていただけると非常に役立つかなと思うので、ご紹介しました。 こんなふうに結構あその細かい AVA を問われることももちろんあると思うんですけど、そのなんとかカウンティーがどこの,その大きく分けた6つの地域のうちどこに属してるんですかっていうのが結構問われるようですので、ぜひぜひ、えー、そこを覚えておくといいかなと思います。あこの問題もそうですね、めんどしいのカウンティーが属する産地を選んでください。はい、えー、そうですね、これも先ほどと同じで、 そのカウンティーがどこの地域に属するんですかという話ですね。で、メンドシーノカウンティーというのはえ、ナパやソノマがある、えー、同じ、えー、ノースコスト。このノースコストで一番北にある、えー、カウンティーがメンドシーノです。でですね、同じノースコスト、まあ、ノースコストというのが、えー、最も重要な産地であるナパを含んでますので、えー、一番重要視されている、えー、地域ですけれども。 オースコーストにナパ、ソノマ、そしてこの面倒しいのがあるっていうのと、もう1個ですね、レイクというカウンティーがあります。で、このレイクというカウンティーのことが、今年の教本からすごく、えー、ページ数が割かれてまして、地図なんかも教本に載るようになりました。で、テキストにも、えー、一応ですね、載せてはおりますので、ぜひ見てみてください。このレイクカウンティーのことが細かく聞かれるかどうかっていうのはちょっとわからないですけれども、 レイクカウンティがノースコースに属しているよという問題は過去にも出題されていますので、ぜひ押さえておいてください。はい、次の問題です。ワシントン州に関する文章で誤っているものを選んでください。はい、最後はワシントン州の問題ですね。1個ずつ見ていきます。ワイン産地のほとんどはオレゴン州との境界線から内陸中央部へ広がるコロンビアバレー流域にある。これは あってそうですよね。ロンビアバレーという広大な AVA にほとんどすべての産地が内包されているよということでした。はい、白ぶどで最も収穫量が多いのはシャルドネである。これもってそうですね。これ一個飛ばしますね。えー、最も高い山はレイニエ山である。はい。えー、これも、えー、丸ですね、えー。ちなみに皆さん、マウント・レーニアっていうカップに入った、えー カフェラテみたいな入院料があると思うんですけど、まあ、あのマント・レーニーというのがこのレーニーさんですね。あの、ワシントン州にはシアトルっていう大きな街がありまして、そのシアトルからまあレーニーさんが見えるわけ、見えるのかなすいません。ちょっと見えないかもしれないんですけども、近くにありまして、で、シアトルっていうのはあのコーヒー文化、あのスターバックスとか、はいあの、そういったシアトルのカフェ文化っていうのの,の、あの、 中心地ですので、まあそ、そのシアトルでですね、そのカップでコーヒーを持った人がこう歩いてる、そんな風景をです、ね、日本にも持っていきたいということで、そのマウント・レーニアという飲料が開発されたそうです。かなり余談でしたが、まあ、なんか結びつけて覚えられるかなと思います。ということで、残ったこのフィロキセラカで、自根のブドウの木は少ないというのが、えー、誤りになります。えワシントント州と、えー、家はですね 冬には厳しい寒さと、あとは乾燥していて砂質、砂質の土壌ですので、フィロキセラが生育できない環境であるというのが一番の特徴になります。ですので、この表現ではなくて、フィロキセラによる被害がないので、ほとんどが自根のブドウであるというのが正解になります。 はい、いろんなフィロキセラフリーの産地っていうのが、えー、いろいろ出てきますけれども、えー、その中の一つですね、アメリカのワシントン州でした。いえー、では続きまして、アメリカを離れてカナダ、えー、北のカナダに行ってみたいと思います。カナダは、えー、東のオンタリオ州と西の、えー、ブリティッシュコロンビア州でしたよねい、えー。ではカナダの最初の問題です。 オンタリオ州で生産量が最も多い白ぶどう品種を選んでください。はい、オンタリオ州といったら、えー、五大湖の1つであるオンタリオ湖に接する州ということで、えー、カナダの、えー、南側ですね、お隣、アメリカのニューヨーク州に接している州でしたよね、はいえーで。ニューヨーク州に接しているんですけれども、まあ、ニューヨーク州って先ほど地図問題がありましたけれども、えー、温暖な海側の産地と。 えー、内陸の冷涼な産地というのがあったんですけれども、えー、どっちかというと、その内陸の部分に、えー、そのカナダのオンタリオ州というのは接しているんですよね、はいえー。ニューヨークの冷涼な内陸側の、えー、フィンガーレイク、この指で引っかいたようなフィンガーレイクを代表する品種といえば、えー、何だったでしょうかというと、はいえー、それは冷涼産地を代表する品種であるリースリング。 ニューヨークの内陸側でリースリングが主要品種なんであれば、それと接しているオンタリオ州にも似たような性格があってもおかしくないんじゃないかなっていうふうに連想できれば、このリースリングが選べるかなと思います。<laughs> まあ、そんなふうに覚えてみてください。ちょっとこのブド品種の順位っていうのがちょっと毎年変わることがありますので、えー、ぜひぜひ今年はそんなふうに覚えてみてください。はい、えー、次の問題です。 カナ,ダカナダワインのラベル表示、DVA の説明として正しいものを選んでください。はい、ワイン法の話ですね。この DVA と VQA っていうのがちょっと分かりづらかったんじゃないかなと思うので、ご説明したいと思います。でまず、カナダのワイン法ですね。まあ、分かりやすいように EU のワイン法と比べようかなと思うんですけど、EU のワイン法、AOP という。 えー、原産地故障保護というのと、えー、すみません、IGP ですね、えー、地理的表示保護という2つ、まあ、大きく分けて2つの階層がありましたよね。でカナダのワイン法にもそういった2つの、えー、分け方があります。ただ、えー、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州で呼び方が違うんですよね。<laughs> でえー、まず、オンタリオ州は何かと言いますと、オンタリオ州の、えー、AOP に当たる っていうのが、えー、あすみません、VQA ですね。失礼しました。えー、オンタリオ州で AOP に当たるのが VQA です。で、IGP に当たるのがこの DVA というふうに捉えていただければと思います。まあ、VQA っていうのは、いろんな厳しい品質、えー、審査とかがあるっていうふうに書いてあったと思うんですけど、まあ、DVA というのは、ただの,あの地理上の線引きのことですので、でしかもオンタリオ州の、えー 地理的な線引きのことを DVA というんですね。今言った VQA と DVA がオンタリオ州の,、えー、そのワイン法ですねで。じゃあ、ブリティッシュコロンビア州はどうなのかと言いますと、ブリティッシュコロンビア州にも、えー、その2段階があって、VQABC というオンタリオで VQA と言ってたのが、 まあ最初にオンタリオ州で VQA というのが作られたので、まあ、それのブリティッシュコロンビアバージョンということで BC をつけて v Q A、VQABC というのがブリティッシュコロンビア州の AOP にあたるもの。で、ブリティッシュコロンビア州の IGP にあたるのが GI ですね。まあ、GI っていうのはあの、まあ、日本でも出てきましたよね。えーまあ、これから先の新世界の国々でも出てくることがあるかなと思うんですけれども。 えーまあ、そんなふうに2段階に分けて理解していただけると分かりやすいかなと思います。まあですね、この DVA というのはオンタリオ州の IGP みたいなもんだなというふうに思ってもらえればいいので、この A が正解ですね。オンタリオ州のアペレーションです。そうですね、えーあ このカナダ産ブドウを100%で作られるワインというのと間違っている方もいらっしゃったんですけれども、はいあのまあ、いろんな、ね、ちょっと言葉が出てきて、しかもちょっと他の国と全然違う用語が、えー、カナダでたくさん出てきますので、ちょっと覚えづらいかと思うんですけれども、今言ったようなことを手がかりに覚えてみてくください。はい、えー、次のの問題でです。ノバスコシア州につて正しし説明したものを選んでください。 はい、えー、ノバスコシア州ですね。えー、カナダは、えー、冒頭にも申し上げた通り、オンタリオ州とブリティッシュコロンビア州っていうのが、ね、中心になってるんですけれども、他にケベック州と、そしてこのノバスコシア州っていうのも授業で、えー、少し触れましたよね。このノバスコシア州でもワインが作られています。でノバスコシアは、ノーバーっていうのは、まあ、ニューです、ね、新しいという意味。で、スコシアというのがスコットランドという意味でして、まあ、 新た,なる新たなるスコットランド人の国とかっていう意味でして、あのスコットランドのからの移民の方がすごく多く住んでいる土地なんですよね。っていうところで見ていきますと、あでですね、その位置関係とかもぜひ皆さんテキストの地図で見ていただければと思うんですけれども、あのもう海に囲まれたあの半島のようになっていまして、でまあ、海といってもです、ね、もうずいぶん北の方の。えー 北極にも近づいていくような海ですので、非常に、えー、寒冷な気候というのも特徴になっています。はいえーまあ、なんで、非常に温暖な気候というのはまず、えー、絶対違いますねで。カナダ最大の栽培面積、これは、えー、オンタリオ州が最大の栽培面積を誇っています。まあ、主に勉強したところではない州なので、これは選ばないかなと思います。はいえー、フランス語が語が公用である、はいえー オンタリオ州の隣にあるケベック州というのはフランス語が公用語なんですけども、も、えー、ノバスコシア州は英語が公用語になっております、まあ。そのスコットランドの方が多いというのも考えると、えー、ちょっと覚えられるかなと思います、はいで。正解はこのスパークリングワインが最も高く評価されているというのがノバスコシア州の特徴になります。まあ かなり寒冷な産地ですので、スパークリングワイン用のブドウが非常に、えー、高品質なものが作られるということですね。まあ、なかなかノバスコシア州に関する、えー、細かいことっていうのをちょっと覚えづらいかと思いますので、まあ、まずはこのスパークリングワインが非常に高く評価されてるんだなっていう、ざっくりとしたイメージを持つっていうのも大事だと思いますので、ぜひ覚えてみてください。はい、えー、最後の問題です。うん えっと、ブリティッシュコロンビア州の産地を選んでください。はい。えー、このシンプルな問題なんですけれども、正、え、解、ー、率はですね、非常にちょっと低くてですね。まあ、でも確かにですね、このブリティッシュコロンビアとオンタリオ州の主要産地であるナイアガラピニンシュラかオカナガバレーかというのが正解になる問題じゃなさそうなんですよね。まあ、なので正解率が低いんじゃないかなと思うんですけれども、これはですね、 選択肢の、えー、産地の名前に、えー、地理的な特徴が含まれていますので、そのあたり注意して、えー、見てみましょう。はいえー、まずナイアガラペニンシュラこれは皆さん大丈夫ですね。オンサリオ州の主要産地、えー、ナイアガラの滝があるんですよね。だからナイアガラペニンシュラで、じゃあこのレイクエリー、ノース州はですね、えー、エリー港というのは、えー五大あの、ちょっと先ほどお話をしたアメリカとカナダの間にある五大港、そういう大きな。 えー、5つの湖、一番東側がオンタリオ湖で、そのオンタリオ湖のすぐ南にあるのが、えー、レイクエリ,ーエリー湖ですね。まあ、ですので、オンタリオ側の話だなというのが分かるので、VTC コロンビア州の産地ではないなというふうに分かります。このアパラチアンフットヒルズ、はいえー、アパラチアンというのはあのアパラチア山脈のことですね。アパラチア山脈というのはもうアメリカを代表するような。えー 山脈かなと思いますけれども、西側に大きいロッキー山脈というのがバーンとありまして、東側にアパラチア山脈がある。で、このアパラチア山脈というのは、あのカナダのケベック州の方までこうざーっと続いてるんですね、はい。アパラチア、アパラチアフットヒル、ふもとということでえ、その東側の方にアパラチア山脈のふもとってあるんだろうなと思いますので、まあ、これもオンタリオ側の話なのかなと思いますですので、これもバツと。 でこの残ったシミルカミンバレーというのがブリティッシシュコロンンビアのの地になりますミ、まあ、ミルカミンバレーっていうのを覚えている方であれば、まあ、別にストレートに答えればいいんですけれども、もし分からなくても、今みたいにですねこの産地の名前からちょっと特徴を食らいついて、ですねちょっと考えて粘ってみると、意外と分かる問題もあるかもしれませんので、ぜひ本番の時にはやってみてください。 はいえー、今日、アップした問題以上になります。ちょっと長くなってしまいましたが、えー、ありがとうございました。もしご質問等あれば、Q&A のところに書き込んでいただければと思いますけれども、いかがでしょうか。そうですね。今回からその新世界に入っていくということで、入っていくということなんですけれども、えー、明日ですね。明日が。 えー、南米大陸とあと南アフリカっていうのをまとめてやりまして、その次が、えー、オーストラリアとニュージーランドを一緒にやります。それでもう、えー、新世界終わりですね。で、ワイン産地に関する勉強っていうのは、えー、だからあと2回で終わりになってしまいます。その後はあの種類飲料概論とかっていう他のお酒の話とか、あとのテイスティングの話とかですね、チーズの話とか、そういった、えー、講義になってきます。 ですね、この、まあ今日お話ししたアメリカやカナダというのは、まあ、その地理的特徴っていうのを結構掴んでいれば、まあ、手がかりになって、答際にたどり着けるというのもあると思いますので、ぜひ基本に立ち返ってです、ね、地図を見て、特徴を理解して、問題を解いていっていただければと思います。ご質問大丈夫そううでしょうか また何かあればグループ LINE の方でもいつでもお待ちしておりますので、えー、ぜひ遠慮なく、えー、ご利用ください。は、え、い、ー、それでは本日これで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。またよろしくお願いします。失礼します。